風が強い。あ、ダクソンです。じゃあね、気を取り直して再び別な桜の公園に来たよ。ここ以前もね、訪れたことあるんですけど、あの知り合いにの話によりますと、やはりこの公園有名らしくて、まあ、ここの桜綺麗だよと言われたので来てみました。なかなかいいですね。だがしかし訪れる人は誰もいません。まあ、今日平日だっていうのもあるんですけどね。今日は風が強いんで、この桜の花びらがちらほらと舞い散ってるんですね。まあ、そのうちなくなっちゃうのかな。まあ、散る前に来れてよかったわ。まあ、なんでね、この公園が有名かなと思って考えてみたんですが、おそらくこの桜の木は植樹とかされたのではなく、自生してる桜、まあ、自分で咲いてるっていうか、もともとあった桜の木だと思うんです。まあ見事に咲いてますよね。この道路の凸凹っていうかね、ガタガタ感たまりませんね。このちょっとね、さびれた感っていうのかな、誰も訪れない桜の名所って感じで、私ダクソンはこういうの好きですね。綺麗だ。最近仕事忙しくて、大した忙しくはないんだけど、あんまり休み取れなくてですね、こういった公園とかね、桜の木とか自然界の中に身を委ねるってことが少なくなっちゃったんで、非常にいいですね。リフレッシュされますね。やっぱりね、建物の中とかね、職場にずっといるっていうのは良くないですね。こういうの必要ですわ。外に出るっていうのは大事だと思います。ここに水が溜まって下に流れるんだ、あ、いいですね。桜の花が、風強いね。あ、こうやって木も折れちゃうんだ。これ桜の木だよな、折れちゃったんだ。めちゃくちゃ綺麗だな。 いいわ。先ほども申し上げた通り2時間ぐらいいたいね。まあいないんですけど、これは映像援護策かななんて思うな。おっと、びっくり。よいしょと。じゃあ最後にお決まりのこのブランコにですね、座って黄昏れて帰りたいなと思います。よいしょ。おお、これはいいぞ。なんか元気が出てくるぞ。よいしょと。よいしょ。40過ぎたおっさんがブランコに乗ってる動画なんだけど、姿が映ってないだけいいでしょう。よいしょと。じゃあ以上でダクソンでした。